木下達夫は、愛知県名古屋市緑区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。少年時代から大の中日ドラゴンズファンで、特に、川上健信のファンであった。リトルリーグ時代は自ら希望して川上と同じ、背番号11をつけた。中京大中京高校のセレクションを受けるも、不合格となり、東方高校に、一般入部。 二年生となった2004年春に一学年上の岩田、真次の控え投手として、第76回選抜高等学校野球大会に出場も当番なし。三年生となった2005年春には、エースとして水野勇希とバッテリーを組み、第77回選抜高等学校野球大会でチームをベスト8に導いた。同年秋の高校生ドラフト会議で、 北海道日本ハムファイターズから3巡目指名を受けた。事前に日本ハム側から指名挨拶がなかったことと自身が地元で大ファンであった中日入りを希望していたことで入団交渉は難航したが最終的には日本ハム側の熱意が通じ合意する形となった。ルーキーイヤーの2006年8月に一軍昇格しチームが優勝争いをする中 二試合に先発した。二年目の2007年は開幕はに軍スタートだったが、5月に一軍へ昇格。この年初登板となった5月19日の対福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初関東、初完封で、初勝利をマーク。その後先発ローテーションに入り、5試合で防御率2.40の数字を残すが6月20日に、故障のため登録抹消。 以降2軍でも登板はなく、1軍へ昇格することはできなかった。現役引退を明らかにしたとき、本人は2年目の途中の脇腹中以来、体が思う様に動かず、イップスにもなったと振り返った。2010年10月1日に、球団から戦力外通告を受けたが、本人は現役続行を望み12球団合同トライアウトに参加した。その後、 中日ドラゴンズより入団テストのオファーがあり、周期練習に参加。11月19日に中日からテストの合格と育成選手として契約を結ぶことが発表された。その後、自費でドミニカのウィンターリーグの練習に参加した。中日ドラゴンズ時代2011年7月15日に支配下選手登録され、2日後の7月17日の 対広島戦で4シーズンぶりに1軍登板を果たした。しかし、11月11日、2度目の戦力外通告を受けた。2011年11月24日、2年連続で12、球団合同トライアウトを受験。この模様は、TBSK、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちでも特集された。 翌25日、高校時代にバッテリーを組んでいた、水野の所属する東京ヤクルトスワローズに入団することが発表された。2012年シーズンは2軍でも11試合の当番に終わり、10月2日に3度目の戦力外通告を受ける。12月26日、本人のブログにて現役引退を発表した。引退直後、高校野球指導者を目指して、 愛知東方大学人間健康学科に入学。指導資格を得た2014年3月より東方高校のコーチを務めるが、身分は大学生であったためボランティア扱いとなっていた。2018年4月より母校の東方高校にて保健体育担当の教諭となる。現在も同校公式野球部のコーチを務めており、大会中はスコアラー役も務め、 第91回選抜高等学校野球大会での30年ぶりの優勝に貢献した。最速時速140キロメートル台後半のストレート変化球はカーブ、カットボール、スライダー、フォークボールを投げる。練習試合で江川千秋に自信を持って投げ込んだ外角直球を本類打されてレベルの違いを感じたことを野球生活での一番の 思い出として挙げている。入団当時は、亀田光希に似ていることを売りにしていた。しかし、同僚だった小笠原道博からは、お前はピエロだと言われ、高校時代の監督にもたしなめられたことから、亀田パフォーマンスを封印した。現役時代に始めたブログは本人による現役引退発表の場となり、さらに引退後も更新を続けている。 その中では各地の野球教室に参加したことなどを記している。ありがとうございます。